元気ですか？元気があれば何でもできる。実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回はですね、空手です。松濤館の空手、その、創始者開祖でございます、船越義珍先生、そして息子さんの、吉高先生、このお二方についてご紹介をさせていただきます。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。今回はですね、空手でございます。以前ですね、小西さんの動画を出させていただきました。まあ、この時にちょっとね、空手で触れたんですが、その時に出てきた方、この方、船越義珍先生でございます。船越義珍先生は松濤館流でございます。以前ご紹介申し上げたですね、小西先生は、この船越義珍先生にも習い、そして、まあ、ライバルと言われた、本部長喜先生、にも習っている。さらには、馬振先生にも習っている。この方は指導流のですね、開祖でございますけれども、そういった方、まあ、その時にね、若干少し空手についてもですね、ご案内申し上げたんですが、今回は松濤館流の宗家でございます。この船越義珍先生でございます。この先生は、まずね、空手をやるきっかけなんですが、幼少時体がすごく弱かったんですって。こういう方はね、達人に結構多いですよね。達人もそうだし、それから格闘技の方もそうですよ。格闘技、例えばボクシングの元世界、バンタム級のチャンピオンの辰吉丈一郎選手もいじめられっ子でした。で、いじめられっ子か体が小さいとか体が弱い、こういった方々が自分をなんとか強くするんだという強い思い、これがですね、後大成するんですよ。世界チャンピオンになったり達人になったりしてるんですね。こういったね、幼い頃の、悔しい思いっていうのは人間を強くしますよね。私はね、まあ、以前もちょっとご紹介申し上げたんですが、いじめられっ子ではなかったんですが、もやしのように細かったんです。ですからね、頼りないと思われちゃったんですね、特に女の子に。これ寂しいじゃないですか、男としてね。かぎる君大丈夫なんて言われた口ですから、悔しくてね、絶対強くなってやるなんて思ってたんですよ。で、そういった思い多分似てると思うんですよ。その悔しさが、この武道とか格闘技にこの向けさせるんですよね。そして、辛い鍛錬も耐えちゃうんですよ。その強くなりたいっていう思いの方が強いから。強くなりたいっていうのは、この精神面もそうです、肉体的にもそうですね。こういった面で強くなりたいっていう思いなんです。義珍先生もそうだったんですね。この体が弱かったというのをなんとか克服したいという思いでした。そして、2人の師匠に恵まれたんですね。浅戸先生と、そして、伊藤須先生、このお二方から空手を学んでおります。そしてみきみきと上達をしていくんですね。ただ空手というのは琉球から発達してます。本土にこれ持っていきたいという、そういった願望もあるわけですよね。で、その道中の中で、その船越義珍先生なんですけども、空手というのは一人稽古なんです。今でさえね、その限りではありませんが、昔は一人稽古ですから単調なんです。単調に突き、そして蹴り、こういった稽古をですね、繰り返していくんですよ。何百回何千回と。ただこれだけなんです。巻きわらというのがありますね。巻きわらを突くんです。この巻きわらの突き方もあって、力いっぱい突けばいいっていうもんじゃないんですね。いかに力を抜いて、そしてあの巻きわらの向こうを突くような、そんなイメージなんですね。これはもう全ての競技に、共通していると思います。まあ、ある方の言葉を借りると、背中で打てってことですよね。あの前ではなくて背中で打っていくという、そういった意味合い。これはもうボクシングの、ね、井上尚弥選手なんかのこの試合を見てるとよく分かりますよね。もう背中で打ってるなと、そんな感じなんですが、巻き割れにおいても力いっぱい打つんではなくて、いかに力を抜いて、そして相手にダメージを与えていくか、そんな稽古をしていくわけです。ということでね、非常に単調な稽古を繰り返していかなくてはならないということなんですね。自分が実力がついていけば、これを世のため人のためにもっと広げていきたいという思いが出てくるわけでございます。そして本土にこれを持っていこうとしたんですよね。しかし稽古が単調だということと、当時の風潮とすると、武道というと柔道か剣道なんです。特に戦後においては試合化が始まりました。空手は最初はね、それをしなかったんですね。今でこそ試合はありますけどもね、当初特に船越義珍先生は、例えばこの乱取りであるとか試合っていうのを極端に嫌いました。自己の完成のものなんだ、不当っていうんです。戦わないってことですよ。
戦わずして勝つ、これがねおそらく武道においての、最重要項目だと思います。私も実践実践と言ってますけれども、別に力をつけたからってそれを、昔はありましたよ、試そうというのはね、試したいという思いはありましたけど、今はないですよ、この年になればね。いかにその自己鍛錬だと。ただ自己鍛錬をしていく中でも、やはり本物を、より求めていくという姿勢はね、これは失ってはいけないと思うんですよね。ですからきつい稽古というのもこれは必要であろうかと思います。義珍先生も自分の中できつい稽古をしていったんです。で今度はそれを、他の人たちのためにという思いがあったんだけれども、問題ここからですよ。広げるにあたって誰も入門してくれないんですって。誰も入門してくれないで単調じゃないですか。ですからなかなか入門者が増えなかったんですって。これがね一番の問題だったと義珍先生は話しておられました。じゃあその誰も入ってくれない空手をどういうふうにして人に入ってもらうようにしたか。ある時はお願いですから習ってくださいって言ったんですって。こういったこともあった。一番の起点になったのは一冊の本なんです。琉球拳法空手、こういった本が出て少しずつ認知されていったんです。でここにですね、加納治五郎先生とか中山白道先生の推薦文がついたんです。というのは加納治五郎先生は船越義珍先生の空手を見て素晴らしいと、やはり見る人が見ればわかるんですよ、見る人が見ればわかる、素晴らしいと、ぜひ柔道に取り入れたいって言ったんですよ。柔道に取り入れたい。でちょっと脱線しますけど、加納治五郎先生は合気道の技を見て合気道も柔道に取り入れたいと思ったんですよ。当時の柔道から逸脱してなかったものを取り入れたい、そして最強の武道にしたいという加納治五郎先生の思いがあったんで、その試合化によってですね、当て目がなくなりましたよね、封印されてしまった。その部分をやはりね掘り起こしたいって思いがあったと思うんですよね、加納治五郎先生は。それで見つけたその空手というこの武道、これは本当に素晴らしいということで柔道の中に取り入れたいという思いがあったんです。しかし船越義珍先生はそれはやんわりとお断りをしたということなんですね。でも推薦文は書いてくれたんですよ。やはり素晴らしいということは変われないわけですよ。中山白道先生もそうですね、剣道の達人でございますよ。そういった達人が推薦文を書いてくれることによって少しずつ認知度が増えてきて、そして自前の道場を設立できるようになってきたんですよ。時は経ていきますよね。そしてここに出てくるのが息子さんでございます、吉高先生でございます。吉高先生は義珍先生の三男坊でございます。実はね四兄弟なんです。四兄弟いらっしゃって、長男次男三男四男で、四男の方で亡くなっちゃったの若くして、でね長男の方とこの三男の吉高先生だけなんです。次男の方は空手やりませんでした。ですから長男の方とこの、三男の方、このお二方だったんです。ただやはりねお兄ちゃんってなんで大したもんですね、弟を立てるんですよ。長男の方は、ね、三男の吉高さんにお前がやれと、お前が前面出ろというふうに言ってくれたんですよ。ですから義珍先生と、三男坊の吉高先生でこの空手をどん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 普及しようと頑張っていたわけです。ところが、上島森平王と岸尾丸先生と同じですよね、自流に乗らなきゃいけない親父ということで少しずつ考えが変わってきた。これはね親方親子だからこそ直に言えるんですよ。門弟であったらやはり師範に意見することはタブー視されてますからなかなか言えない。でも親子であればその一線は越えられるんですよ、言えるんですね、進言できる、親父そうじゃないよこれからはって。で吉高先生は乱取りとか自由組手を推奨したんです。やっていかなきゃダメってこれからはというふうに思ったんですね。で空手も違うんですよ。基本に忠実理論家の義珍先生に対して吉高先生はどちらかというとダイナミック、体全体を使っての突き蹴りを行っている方、こういった革新派、これが吉高先生なんですよ。同じ空手でも考え方はちょっと違うんですね。原曲とそれを演奏しているものみたいな違いがある。原曲が義珍先生、それを、まあ、演奏しているのが、吉高先生、でもそこにアレンジが加わるわけですよ。よりいい音色で奏でていくような
感じで空手をやっていたのが吉高先生なんです。でも吉高先生の考え方は義珍先生原曲から見るとそこまで改良するんじゃないよと思いもあるんですよ。でも吉高先生とすると、親父年とともにキレがなくなってるじゃないか、力強さなくなってるじゃないか、それじゃ人を納得させられないよって言うんですよ。やはり門弟としてもちょっと物足りないさを感じてくるんですよ。そんな中で吉高先生がやはりキレのあるダイナミックな空手を見せてくれると残ってくれるんです。ですからこんなことがあった。朝は義珍先生の稽古、夜は吉高先生の稽古。当時の門弟は贅沢ですよね。2つ習えるんですよ。どっちをまあ優先しようかっていう思いは門弟の中でもあったかもしれない。でも方向性一緒なんですよ、ね、例えば合気道を普及させたい、合気道を広めていきたいという、その吉祥丸先生の思いと、ね、合気道の素晴らしさを知ってもらうのは非常に嬉しいという、海藻嬉しが森平先生と同じですね、空手の良さを知ってほしいという思いは義珍先生も吉高先生も一緒なんですよ。義珍先生はどちらかというとかかとを使っての蹴り技が多かったんですって。ですからね、胸あたりを狙うんですって、相手の胸あたりを。ところが吉高先生はよりダイナミックなんで上段を狙うんですって。確かに上段を狙った方がダイナミックだし派手に見えますよね。そうすると門弟としてもかっこいいなと思いがあるじゃないですか。私も実は空手にちょっと浮気をしようとしたことがあるんですよ。なんとなくかっこいいしね、ブルース・リーとか見てるとね、なんとなくかっこいいなと、蹴りでバババーッと倒すなんてかっこいいぜって思った時もある。でそういった思いと似てる吉高先生。そして当時の門弟はやはりダイナミックさにですね、これ魅了されたんだと思うんですよね、で、まあ、こういった違いこそあれ方向性が同じだったんでよかったんですよ。でも意見具申をするんですね。やはりもう自由組手も、ね、ランドにも必要だぜ親父、いやそれはやりすぎだよお前って、こういった問答はあったそうなんですけれども、当時の門弟の言葉を借りるとやはり2人から習ったというのは非常に大きな財産であるというふうに言われておりました。ところがなんと吉高先生は41歳で他界しちゃうんですよ。親父より先に行っちゃうんです。ですからもし吉高先生がずっとご健在だったら今の空手も変わってたんじゃないかなというような、そういった意見もあるぐらい大きな影響を与えていた三男吉高先生がなんと41歳という若さでこの世を去ってしまったんです。現在のねこの試合化をしているかも空手というのは義珍先生の思いとちょっとかけ離れたところにはあるんですって。あるんだけれども、古豪の門弟たちが言っておられました。吉高先生がもし生きておられたら違った形になったかもしれないねと。義珍先生と若先生に習って初めて空手の奥深さ、そしてその凄みを知ることができたとも言っておられました。そしてそれがこの言葉に集約されていると思います。常に思念工夫せよ、これが松濤館の空手道の道訓としてね脈々と受け継がれていることでございます。海藻、さらには、息子さんの吉高先生、こういった方々のご苦労があって今の空手道というのがですね流星を極めているわけでございます。どうぞ、空手を精進している方々、こういったですね、先人たちの思いをまた汲んでいただきまして、より素晴らしい武道にね仕上げていただきたいというふうに思っております。今回は松濤館流の開祖、船越義珍先生、そして三男であります吉高先生、お二人についてご紹介申し上げました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさー